ですよ。この4人は本当に見せないといけないですよね、ファンのみんなに。今はそうですね、並んでる相手がいるんで、その辺にちゃんとしっかり勝たないと何の発言権もないかな。瞬間の時はずっとこう脳裏にずっとこうやられてるシーンだとずっとフラッシュバックするようにずっとこう出てきたな。堀内選手の活躍にジェラシーしてるだけで他は別に特に気にならなかったですから、この辺よりは上だぞっていうのは思ってました。シュートの新人王トーナメント出てて、巨人いつかやるんだろうなというふうに思ってたんですけど、先に海外で死んじゃって、したらもうなんか俺もいるし、行こうみたいになっちゃって。海を渡った天狗、得意の寝技だけでなく、全て使いこなせる強者となった。そうですね、追っかけてたっていうことになりますよね。大臣主戦は、難敵マネルキープを反応。幼術使ったりとか型がないんですよね。しかし今年これやばい、これやばいかもしれない。いや本当怖かったですよね。まあでも堀口教授と戦えずにね、死ぬの嫌ですよね。そして育った男たち、下げて通れる潰し合い。やっぱ辛いイメージもあるし、ケアできるイメージもあるですね。まあ、ヘラヘラしたやつだなと全局面で勝てると思ってます。わかりました。一本 KO でした。もうこの一戦に勝つしかないです。負けたら僕いらないです。お前を倒し、その先へ行く。ワンタムウェイト石渡慎太郎 VS佐々木ウルカ。ただより第11試合を行います。メインゲートより佐々木ウルカ選手の入場です。No!
メインゲートより石渡慎太郎選手の入場です。